ノーン級のルンのネットは、オートメイトから2013年5月30日に発売された、プレイステーションポータブル用ソフト。ノルンと呼ばれる巨大な飛行船で旅をする、少年少女の物語。主人公をはじめのルンの乗船者たちは、全員、特殊な能力を持っている。また、9人の攻略キャラクター全員を攻略し終えると、主人公、鈴原空太が、 タイムスリップした謎がわかる。2014年3月2日に開催された、単独イベント、ノーン Q ウィズ・アークフォースピカにてアニメ化と PS Vita への移植が発表された。2014年12月に、本作の PS Vita 移植版、ノーン QVAR Commons。2014年4月に、FD、ノーン Q ラストエラの発売。同年10月に、ノーン QVAR Commons4 iOS& and アンドロイドが配信。また、2016年1月より3月まで t v アニメが放映され、同年10月6日に FD、ノキューンアクトチューンが発売された。2018年9月に本作の B 体色版とラストイーラを一つにした、ノキューンラフン4ニンテンドースウィッチが、ニンテンドースウィッチにて発売予定。また、同年10月に舞台化することも発表された。 小学生の鈴原クータは国会議事堂の見学の最中に大正時代にタイムスリップしてしまう。クータは空を旅する巨大船、ノルンの行き先が世界と呼ばれるものだと知り、自分のいた時代へ戻る方法を知る鍵が世界にあるのではないかとノルンに乗船することを決める。その船の中で出会ったのは特殊能力を持つ11人の少年少女たち。 そんなある日、船は襲撃を受け、内側から爆破される。船を狙う外部班と乗船者の中に内通者がいることが明るみとなり、少年少女たちは正体不明の内通者を見つけるため、二人一組でペアを組んでお互いを見張ることになった。各主人公ごとに攻略対象が異なる。二千十三年十一月八日から二千十四年七月十五日まで、 アニメート TV にて配信されていたウェブラジオ番組パーソナリティはゆさこうじ。月2回更新2015年3月18日から6月24日までオット泉にて配信されていたウェブラジオ番組パーソナリティはゆさこうじ。各週水曜日更新ノルンのネットのタイトルで2016年1月より3月まで ATX 東京 MX 他にて放送された舞台ノンキューノルンのネットのタイトルで2018年10月17日から10月21日まで衝月ホールにて上演キャストは登場人物の演算賞ノーンキューラスとエラに関するカテゴリーノルンのネットに関するカテゴリーありがとうございます